リチャード・ドレーファスはアメリカの俳優。身長165センチメートル。ニューヨーク・ブルックリンにてロシア系ユダヤ人の家庭に生まれる。兄のローリーも俳優。一家はドレフィウス事件のアルフレード・ドレフィウスの末裔との言い伝えがあるが異説もある。9歳の時、家族と共にロサンゼルスに移り住む。大戦後の1940年代後半生まれの ハリウッドを主演男優たちの中ではデビューは比較的早く、1960年代半ばの10代の頃からテレビに出演し始めた。大学に入学したものの1年で中退し、舞台にも立つようになった。やがてそこで名声を得、1967年20歳の時に映画デビュー。同年のダスティン・ホフマンの卒業や往年の大女優。 スーザン・ヘイワード主演の映画、哀愁の花びらに、早くで出演している。また、往年の人気ドラマ、ベン・ケイシー、奥様は魔女にも出演している。1972年3月17日、舞台、君が人生の時で、ヘンリー・ホンダ、ジェーン・アレクサンダーラと共演した。1973年、デリンジャーにベビーフェイス、ネルソン役として出演。また同年、 アメリカングラフィティの主人公カートを演じ、映画俳優として脚光を浴び始める。2008年6月8日、マンハッタンのビッグアップルコンベンションにて1977年公開のグッバイガールで第50回アカデミー賞主演男優賞を受賞。スターの座を確たるものにしたかに見えたが、ドラッグ依存に陥り、その後のキャリアは低迷した。80年代末頃から復活し、 小柄な体格にユーモアの効いた個性を活かした役を得意とし、役者として演塾期に入った。スティーブン・スピルバーグとは親しい間柄で75年のジョーズに始まり、現在まで彼の3作品に出演している。日本語吹き替えではヒューラ・ツトムが務めることが多い。これまで3回の結婚を経験し、3人の子供がいる。そのうち息子のベンは、 ジャーナリスト、俳優として活動している。AB 等記事の人物の場合、ドライファスの発音はドレイファスであり、日本語表記はリチャード・ドライファス、フルネームではリチャード・スティーブン・ドライファスとする方が近いが、あまり一般的ではなく、ドレイファスの表記が慣用化している。セーハウ、A、B、C、D、ナショナルライブラリー。 サービスフォーザブリントアンドフィジカ n d p h y s i c a l l アメリカ議会図書館2013年11月14日閲覧スボーンデビッド、リチャードドライファスアウトオブザレキッチザインディペンデント https www インディペンデント ceo uk ニュースピープルプロファイルズ リチャード・ドライファス・アウト・オブ・ザ・歴史 -1521707HTML2009 年1月31日、閲覧。AB、リチャード・ドライファス・バイオグラフィー。IMDB、2012年4月7日閲覧。ジェイコブス、アンドレア、リチャード・ドライファス・アット・ミドル・エイジ、エイリベリアス・ジュー・ファインズ・ヒズ・オウ・ン・ウィズダム。 ザ・ジュイッシュアドボケート、マーチ1995アカデミーアワードウィニングアクターリチャード・ドライファススピークスアット BHCC PR ニュースワイヤーワシントンポストジャニュアリー22 1978ニューヨークタイムズオクトーバー24 2006ジョーズの上映スケジュール映画情報映画の時間未知との遭遇ソニーピクチャーズ公式 2021年6月19日閲覧。スタンドバイミー。ソニーピクチャーズ公式。2021年6月19日閲覧。フェール政フミチェの飛行。ワーナー公式。2021年6月19日閲覧。ポセイドン。ワーナー公式。2021年6月19日閲覧。ピラニア 3D。吹き替える大作戦。 2021年6月19日閲覧。スコッターズ不法選挙者、ソニーピクチャーズ公式。2021年6月19日閲覧。ありがとうございます。